アイドルグループ日向坂46のデビュー5周年を記念した公式ブック H46 モード H46 モードボリューム1、3月19日発売。公文社から4月5日に卒業コンサートを開催する斉藤京子へのインタビューの一部が公開された。斉藤が卒業を考えたのは23年の1月から3月にかけてだったという。斉藤は22年秋発売のシングル「ガッツと星が踊るミッドナイト」でセンターをやらせていただいて、人生の中で一番ぐらい楽しい期間が続いていて、今まで頑張ってきた努力が実ったと思ったんです。で、その期間が終わったら、ああ、もう終わったんだなと感じて、それってもうやりきったってことなのかなと気づいて、そんな経験ができてすごく幸せだったし、少しでも日向坂46に貢献できたのかなという思いもちょっと芽生えて、それも卒業を決める上で大きかったことの一つですと卒業を決めたきっかけを明かしている。